源田壮介さんの後輩なんですよね。そうなんです、はい、大分商業でね、大分商業、はい、球児だったわけですね。で、現在は現在はプロレスラーを見た。これなる天心。本日のゲストは埼玉西武ライオンズ源田選手の母校大分商業へ推薦で入学し、その後プロレスラーとしてチャンピオンになった異色の男です。とんでもないラリアット、果たしてライパチは食らうのか。何ですか、身長体重は185センチの110キロです。でかくなったんですか。いやもうそうです、高校の時は70キロぐらいしか、なんかガリッガリでした。実際野球経験は小学校からですか。小学校からで、中学校でボーイズリーグ行って。ボーイズ別府オリオンズ、ソフトバンクにいた荒金外野手が OB です。その次に佐藤さん。いやレスラーの方です。で大分商業に進んでいくわけじゃないですか。野球推薦ですか。あ、野球推薦。大分商業ではどんな活躍を、はい、あでも一応レギュラーで、その時のピッチャー、バッテリー組んでたのがソフトバンクの左ピッチャー、笠谷っていう。おお、へえ、はい、源田さんともやりながら、笠谷さんともやりながら、はい、長く続けてきた野球からプロレスラーへと転身。その分岐点とは、卒業後普通に一回就職したんですよ、はい、大分ってなんか成人式の時になんかケーブルテレビで幼稚園の頃の夢みたいなのを話すんですよ、はい。で僕が幼稚園の頃夢で言ってたのはプロレスラーって言ってね。あ、もう言ってたんですね。そうです、親が好きだったんでずっと見てたんですよ。それ見てちょっとこれまだチャンスあるかなって思って1年トレーニングして東京来て、武藤敬司さんの団体の学校に入ったんですよ、はいはい。野球が今のプロレスの仕事に生きてる部分ってありますか。いや、もう完璧にあの冬のトレーニングです。メンタルをなんか大分商業って水球が強いんですよ。で、2メーターの水球プールがあって、それで冬連で寒いじゃないですか。そこに放り込まれて、25メーター100本とか泳がされるんですよ。で、足つかないじゃないですか。で、これ泳げなかった人は春、試合出れないんですよ。怖っ。ベンチ入りもできないみたいな。秋レギュラーのやつ、泳げないやついたんですよ。そいつ春出てないし、ベンチ以外です。なんか気持ちを鍛えるみたいな。佐藤さん、泳げたんですか。僕スイミング習ってて小学校の時、それで泳げたんですけど、丸太みたいなのがあって、はい、こっからそこぐらいまでと、それ持ってグランド一周するんですよ。で何秒以内とか。源田さんとか笠谷さんとかもやってたんですかね。やってました、やってました。プロ産んでるから間違いじゃないという。プロレスラーも産んでるし全然関係ないですけど、笑い方が悪魔みたいです。笑い方特徴って笑い方特徴すごい言われます10年ぶりにキャッチャーしよう。おおおお、キャッチ。キャッチング強い、強いんだよな、キャッチングが。野球っぽい技なんですか。結構こうやって打つ人とかいるんですけど、僕絶対振りかぶるんですよ。あ、野球みたいにこのまま体でバッていくんで、はい、冒頭でお見せしたラリアット、これが佐藤選手の得意技です。投球動作のような助走から放たれると大男も吹っ飛んでしまうという。佐藤プロは、はい、まあ、ラリアット得意だって言ってないですか。まあ、言ったら僕らもどっちかというとハンドベイで育ってたでしょ。飛距離対決しようぜ。手で。ああ。突然ですが、プロレスラーハンドボール強い説ということで、飛距離対決、こういうの久々です。ラリアット、ラリアットは、おお、飛んだ、どこだ。7m。 結構根拠ない自信あんだよ。ハンドベイの得だって言われたから、僕は小手でいきます。はい、じゃあいきます。いやいや、もうだから言ったじゃん、それ。ナイスキャスト無理じゃん。どうですか今の。いや、すごいです。これはすごいですか。いいラリアット持ち主。ああ、そうですか。いいラリアットっす。立ち上げ式ラリアット。なるほど、なるほど、なるほど。いきますよ。いいよ。おお、おら、おら、めっちゃ飛んだ。
い。これ結構いったね。すげえ。20メーターぐらいはいってるな。すごい。パパラリアットさ、立ち上げ式が得意ってことですけど。ああ、いいね。10年ぶりとはいえ肉体改造をした佐藤選手、やっぱりトレーニング大事だと思わせてくれるような打球が飛び出します。すごいな、プロレスラーのフリーバッティング、どれぐらい飛ぶんだろう。おー、ナイスバッティング。なるほど、慣れてきましたね。どうだろう、久しぶりの。これ入りそうですか、フェンス越えそうですか、感覚的に、超えそうな気もするんですけど、どうなんですかね。高校通算何本。僕1本です。あ、1本打ってる。1本打ってたらいけますよ。本当ですか。ええ、おお、あ、いい、おお、いった、もう1本。あ、なんか3ついい詰まらせでやりました。ウォーキング、ウォーキングムンバーで行こう。おお、いったんじゃないか。ウォーキングムンバーで行こう。おお、いったんじゃないか。おー、フィッシュ。あっさり行くそうじゃないですか。これ行くね。行きますかね。行く行く。もうちょっとライバチのようにアッパーラリアットで、アッパーラリアット、はい、右手アッパーラリアットで全然いいですよ。おー、惜しい。セッ、あー、行きました。セッ、あー、行きました。セッ、あー、行きました。すげー、おい、モク、何当たった、あれ。モクに当たったっすね。3です。やば、通算2本目。大分商業ってバッティング指導あったんですか。バッティング、結構バッティングに力入れてたっす。あ、そうなんですね。はい、ーーね、走り込みとかね、守備ばっかのイメージありますけど、はい、冬もバッティング、めっちゃバッティングしたんですか。打ち込みがあったんですよ、結構。あ、でもあんまり出なかったですね。あとプッシュバント。プッシュバントを指導するってなかなか珍しい。珍しい。で、それが大当たりして、1個上は秋が1回戦敗退だったんですよ。はでも春の冬明けた瞬間にそれで優勝して、九州大会行って、で、夏は準決勝行って明豊とやって負けたんですけど、最初5対0で勝ってて、ここ勝った方がもう優勝みたいになったんですけど、その年の代が明豊か大分商業がずっと勝ったり負けたり。なるほど。すごい年季が入ってる。めちゃくちゃ綺麗だ。元旦です。1月1日。あ、この最近。はい、すごいよね。先生、タイトルマッチ今大丈夫ですか。今全然大丈夫です。タクマッチ。体重今何キロですか。今110です。じゃあ、あと20キロ減らしてもらって。階級が違った。いやいや、20キロ減らしてもらったら、ね、ブレイキングダウンみたいなこと言わないでください。いいパーカーを着てますね。俺、わかるかい。いや、これアッパレパーカー新しく作ってしまいました。内野のフィールドをモチーフにしたもの、そしてこのアッパレがドカンと入ってるもの、さらにはですね、我らが相棒ライパチのビッグフェイスの、シルエット入りのパーカ ー、さらには守備猿パーカーなんて、いろんなデザインをですね、魂込めて入れさせていただきました。生地おすすめです。今回普通のパーカーではありません。ちょっとこう段ボールニット素材の、非常にこう形が崩れづらい、洗濯してもシワになりづらい、この立体感のあるフーディーな、そういったものを素材で作らせてもらいました。そして野球陣はやっぱり大きいということで、少しこう大きめの、ビッグサイズシルエット的な感じの L と XL になってます。非常に、おしゃれなものを魂込めて作らせてもらいましたので、ぜひ、皆さん、概要欄チェック。着やすいね、シンプルにね。こういう方がいいんだよな。普通のやつだとこの引っかかりがあるというかさ、普通にやってて、やっぱり相棒のやっぱライバチビッグシルエットなんか私おすすめですね。やっぱりあれはね、やっぱあれですね、レゲエの神様ボブマーリー感あるもんね、どっちかって言ったら。ライパーチのね、ライパーチっていう感じがあって、あれは結構非常にいいと思いますよ。